まです今日はこれをレビューをしていきたいと思いますそれがこれだえっとゾイドワイルドの,のねあの覚醒ワイルドライカーのレビュー動画をしていきたいと思いますまあこれねあの文字が金色になっているけどもねこれあのワイルドライカーの豪華版でも言おうと思い言えると思いますそれじゃあ レビューしていきたいと思います。では、どうぞさあ、今回のワイルドライカー、覚醒ワイルドライカーではね、これは、あの、形とかさ、ギミックは、は、まあ、ね、この、ね、あの、6月に発売した、最初のゾイドワイルドの尻の、の第一弾でもある、ね、ワイルドライカーの、 あの、仕様とは、は、あの、の、ほぼ、あの、同じです。ねうん、ギミックと、とね、形は、同じです。違、ね、うな、違うのは、ね、あのね、ね、ここの走行が、ね、パール仕様になっていてね、でね、 あの、爪が、ね、黒が、が、ちょっとあの、ね、ね、あの、ゴールドになっていて、そして、ここの、ここのさ、キングオブクローのところが、が、金メキになっています。ね、うん。なんとね、ちょっとね、モーターも、の、使って、 この中に入っているモーターも違うらしいですよ。うん。まあ形じゃなくてね、モーターの種類がね、うん。まあそういう噂があるけどもね、うん。まあ、なんとあの特別同梱にはコロコロコミック特別編集記事漫画スペシャルブックが入っています。ね、うん。 どんな風になっとんだろうな <laughs> さあ、どんな風になっとんだろうねうん。ちなみにさあ、ね、ここはあの、ZW15 になっていいけども、ね。まあ、確か12がデスレックスで、ね。13と14が、ね、あ,あの、確か11月の、 24日発売のやつになっているそうだ。んでね、うん。まあ、覚醒だ、バイルドライガーが、早く発売されてました。から、ね、うん。まあは、早く発売されたのは、多分、ね、あの、色、色とさ、色、色とは、あの、モーターが、あの、変更された、 のもそうだと思うもんでね。多分あの、はい発売されたかなと思いました。ね、うん。<laughs> うわ、これすげえな。ねあの箱のね、デザインがね、うん。上はこんな感じでね、ここは金色じゃないね。うん。まあ、あの、の片面、片っぽはこんな感じになっていて、まあアプリと、 ねアニメと、コロコロコミックだね。<laughs> まあ上には、まあゾイドとは、あの説明が書いてあるしね。うん、まあワイルドのことだけでね。<laughs> まあ、もう片っぽは、は、あの、覚醒ワイルドライ、ライガーの、ね、説明機体が書いてあります。まあね、これはあの、ゴールドカラーレッド、 レッククローとかさ、ね、縦紙クローがメッキになっているらしい。そうだもんね、うん。まあ、装甲が、あの、パール仕様になっているそうですね。うん。<laughs> 下は、まあ、上と同じ。で、後ろを向くと、まあ、こんな感じになっています。ね、うん。まあ、あねえ。 作るだけじゃなくて撮影までゾイド魅力たっぷりとの記事とこのスペシャルブックでしか読めない嵐とワイルドライガーの漫画を収録。えぇ、ー、すげえな。まあ、こんな感じでね。うん。覚醒とはも書いてあって、こんな風になっていますね。うん。下は警告と注意が書いてあって、で、あ、ここはいいか。 お客様相談室だしな <laughs>。まあ、セット内容とかがこういう風に書いてあります。ね。うん。さあ、ね。開封していきましょうか。ね。うん。まあ、開封したいんだけどもね。まあ、中身は多分なんですが、あの、ほとんどね、この通常版のワイルドライガーとの同じように入っていると思います。 だけども、特別闘魂、闘魂の、のやつは追加で入っているそうですね。うん。まあ、まずはあのテープを切り取って、じゃあ、バカッと開いて。あ、ここにはアン,アンケートのやつが、が書いてあるしな。うん。まあ、発掘してみよう。ね。せーの、ドン まあ、これほとんどが、ね、あの、は、ね、ワイルドライガーと同じように入っていますね。うん。まあ、今回は、ね、これはつ、は、あの、の、走行のつけるところとかは、ちょっと省きましょうね。うん。まあ、ちょっと組むときは動画を止めしていきましょうね。うん。 まあ、ハックスパックは、あ、なんか、わ、ちょっと袋に入っていて、ちょっと目に、目ではわかんないけども、これ、骨はそのままになっているそうかなうん。ハックスパックが、あ、これが、あの、の、えっと、青の方が、ちょっとパール仕様になっていたり、 白も、そうなっているそうですね。うん。黒と、あ、ちょっと、と、キラッとしとるか。なあ、あの、メッキが入っとるかなうん。まあ、これ、初めは開ける S パックで、ね。うん。あ、ちょっとモーターが、の、の、ここのボックスが違う。 暴力ユニットの色が違う。よく見ると。まあ普通だったら、よく見るとこれあの黒、黒ブラッククリアーだったけども、本商品では、あの、レッドクリアーになっていますね。うん。ちなみに、こっちの方は、は、これは、あの、そのまま、かな わかんないけども。よっこいしょ。あ,あ、こ,こ爪が引っかかっとった。あこれも、パール仕様になっとるわ。ね、うん。まあ、これも、ね、こんな風に、パール仕様になっていますね、うん。まあ、組み立てるときの、おっと。ちょっとライトがね、うん、倒れそうになった。組み立てるときの、の、 使う道具は、ね、ニッパーもいらないけ、ニッ、ニッパーはいりません。使うのは、あの、電池と、ね、あの、ドライバーで使っ、ドライバーを、あの、使い、を使います。なぜかというとね、これあの、ネジが、が、電池を入れるところが、ネジで塞がれているもんでね、まあ、プラスドライバーのネジを、 お、あの、使う、使います。まあ、ここにあの、電池を入れましょう。ね、うん。さあ。ついなまあ、中に、電池を中に入れたら、まあ、動かしてみようかね。お、ちょっと動きが違うか。 ちょっとこれ、これが、ちょっと動くあの、動くのがちょっと早いそうだね。うん。以前のワイルドライガーと比べてみるとね、うん。こんな風か、すげえなぁ。<laughs> じゃあスイッチオフ。で、よしちょっと動画を切ってさ、切るもんでね、ちょっとね、これを、ちょっとね、今回、ワイルドライガーを、 を作っていきます。まあ、動画を、ここは撮らんけどもね。まあ省、省省きますけども。まあ、これはもう、ワイルドライカーの組み立て方法は、これ全く、ね、同じだもんでね。うん。まあ、あの、ワイルドライカーの、のは、あのね。まあ、そこだけ、けね、 あの、組み立て,ーて、で、まあ、総括だけの付け方ーをやっとるもんでね、今回はなしでいきます。もうこれ全、ワイルドライガー全部ーだもんでさ、うん。まあ、あの、見たい人は、ね、ね、えー、っと、概要欄か終了画面かカードで見てくださいね。この動画のさ、 この動画のレビュー動画の時にね、うん、ワイルドライガーのね、うん。そんじゃあ、あの動画を一、一旦切って、ね、あの、作っていきたいと思います。そんじゃあ切ります。さあ、そこでね、撮影を再開します。さあ、早速ですが、ね、これはあの通常のワイルドライガーですがね、うん。 さあ、あの、覚醒ワイルドライカーは完成しましたもんでねそ。じゃあ見せていきましょう。それが、これだじゃーんこんな風、風ですね。うん。まあちょっと違いは、ね。あの、の、キングオブクローががね、あの、 ここが金、メッキになっていてね、ゴールドの方がね、うん。しかも、黒とかさ、さ、他のところは、あのー、ね、ゴールドになっていてね、うん。でも、ここのケーブルの,のところは、ゴールドにはなっていませんね、うん。あとね、走行が、青いところが、 ね、パール仕様になっていて、ね、ちょっとね、通常版ののを見ると、こっちのの青が濃いように見えますね。うん。まあ、ちなみに白も、あの、パール仕様になっています。こっちと比べると、ね、ちょっと違いがわかりますね。うん。まあ、こんな感じにね、まあ、 こんな感じには、あの、豪華になりました。ね。おたワさんが、が、こういうこと言うけどもね、違うんだよ、母ちゃん。これは違うんだよ、母ちゃん。って言うと思います。ね、うん。はは。これのレビューするときにね、うん。しかも、あの、モーターも、ね、あの、ね、違いが、 違うそうです。まあ、動かさないと分かりませんけどね。うん。あ、そうだね。あとさ、あの、説明書なんですが、復元の書で、では、ね。この、の、ZW1 のワイルドライカーの説明書が入っています。ね。うん。けれども、ね。この ZW15 の、 覚醒ライカー補足説明が入っていてね。うん。本商品、品、ZW15、覚醒ワイルドライカーは、ZW001、ワイルドライカーと、カラーが異なりますが、形状は変わっていません。まあ、そんな風には変わっていないもんでね。うん。復元の書、グラフティー、ラベルは、 W01 ワイルドライガーのものが入っています。そうそう、ステッカー。まあ、ラベルは、ね、貼ってないが、これはほとんどは、あの、ワイルドライガーと同じです。ね、うん。まあ、ZW15 覚醒ワイルドライガー専用 QR コード、コード、でね、あっでね、まあ、こんな感じに読み込むことができます。 ちょっとここは見せれないけども、特典が、覚醒ワイルドライカーの、の、ZFW で使える素材やゲームの特典がもらえるぞ。ほんとだよ。ZW15 覚醒ワイルドライカーが、のなんかがもらえます。まあ、ちなみにね、ZW01 のワイルドライカーの復元の書の QR コードをアプリで で、読み込むことで、ね、そのままのワイルドライガーの特典も入手できることができます。まあ、01のね、ワイルドライガーの特典ももらえて、ね、まあ、持ってない方もうそう、持ってない方だけだけどね、うん。学生ワイルドライガーとワイルドライガーの特典がもらえて、ね、確か、 一石二鳥だと思いますね。うん。持っとったら、ね、ちょっと損が、ちょっとねかん、ちょっとあの、ね、えー、っと、なんだと思います、ね。うん。まあ、うーんっていう人もおるけどね。うん。そして、ね、あとは、これだ。 ゾイドワイルドのワールドガイドが入っています。ね、うんまあ、こんな風にね、あの、ゾイドの、ゾイドワイルドのことを書いてあってね、うんまあ、ワイルドライガー、はライオンだからね、こんなのがあってね、ね、うん、まあ、リアルムービング、ムービングキットだからって、もう書いてあって、ね、 まあ、全版ユニットか、いや、モーターユニット、がありますね。うん、まあ、こんな風に本の各、回復、ワイルドブラストとか、ね、うん。ね、えー、っと、これが覚醒ワイルドライガーってね、まあね、ね、モーターが違うって言うとねう、実はというと、 ハイパーモーターユニットが使っているそうだ、そうだもんね、うん。ダイパワーのモーターに乾燥。ライブのパワーアップ。ハイパーモーターに乾燥し、移動速度を120%上昇しています。まあ、えっと、2000、2000円以上の、の、あの、のやつを、やつでも、 あのー、ね、使えることは、は使えます。ね、ギルラプターもそうだしな。あと、ガブリケーターや、ガノンタスも、とか、ナックルコンクも使えるもんな。<laughs> 確かに言うと。<laughs> まあね、うん。今までのワイルドライガーよりも高速化。通常のワイルドライガーより、 よりも早く動きに、ワイルドブラストも高速化された。まあ確かにそう言うけども、他のゾイドも、ね、ハイパーモーターニュートにすればね、ね、そうなると思います、ね。うん。まあ高速、他のゾイドでも高速化になり、なりそうですね。うん。メタリッククロー。 まあ、確かに、メッキになっとるもんな <laughs>。ああ、そうそう。ホワイトパールアーマーもあって、ゴールドカラーレッググローもつけていてね。うん、説明通りだな <laughs>。覚醒ワイルドライガーは、日々進化しているゾイドの開発技術、一番新しい技術でワイルドライガーを作ったらどうなるか。その答えが覚醒版なのだ。 まあね、ある意味ゴール、あ、豪華版、だもんな、うん。まあ確かコロコロの応募でね、確かあの、赤い、ここの青のところが赤くなったワイルドライガーもあったもん、もんな。うん、それとね、使用、なんとあの、ハイパーモーターユニットを装備しとったからな、<laughs> お、バーサス、ラプトール、本能、の解放、ワイルドプラスの戦い、が、書いてあって、これ、ラプトールだもんな <laughs>、ゾイドワイルド、大行進、ってなっていて、ね、うん。まあ、あれおいおいおい、デスメタル、帝国のゾイドも入っとるぞ、おい。おい、どんなっとるんだな、うん。 まあ、全部12種類の機体が、が書いてあってね、うん。まあ、ドリケラゴ、ドゴスや、まこれ、あデスレレックスも書いてある。うわー、デスブラス、強制、やっぱデスブラスト強制解放か <laughs> ワイルドブラストにして欲しかったなデスプレ、デスレックスだけはね、うん。まあ、え <laughs> あ、コロコロ大人気のゾイド漫画の特別版がありますね。このコンビ無敵ってね、うん。さっき僕読んだけどもね、うん。最初にさ、あの、あっと。最初にさ、ワイルドライガーと喧嘩しとってね、ね ね、こんな風になって。ね、<laughs> まあ、いきなりな、デス、メタル軍、軍の、メタ、デスメタル帝国軍の、の通とかって書いてあって、こんなー風になっていて、<laughs> 最後はワイルドライガーが助け出して、ね。<laughs> まあ、ワイルドブラストでた、で、全員やっちゃって、キングオブクロー、で、 うハーって、やべ、逃げろやったぜ、ライガーあーやべ、力が。まあ、ワイルドブラストを使うときは、あの、体力使っちゃうもんな。人間のね。<laughs> うん。サンキューだって。やっぱ、お前、最高だよ二人のすげえ冒険はコロコロコミックスで読めだってね。うん。まあ、アニメのやつとかもあってね。うん。 まあ、だけどもー、正直言うとね、ちょっとあの、ナックルタイガーの商品、いつになるんだろう商品化してほしいな、ナックルタイガー。ね、うん。まあ、9月のさ、あの、ね、ベーコンが、ね、デスレックスに倒されてね、死んだシーンは、すっごい悲しかったなー。<laughs> やばかったな、うん。まあ、コロコロコミックスで、迷子漫画、あの、超最新情報が載ってるぞって書いてあります。まあ、YouTube で、で、コロコロチャンネル、あの、タカウトミチャンネルでも、動画で最新ゾイドワイルドの情報を公開中。まあ、アニメもそうだけどな、うん。三神話が見られます。ね、うん。こんな感じね。最後は、ああ <laughs> ジープが潰されとる。<laughs> 足がワイルドライガーで,で踏まれとるぞ。<laughs> まあ、これを,を開くと、こんな感じになります。うん、あ、ジープが、もうこんな風になっとるわな。<laughs> まあ、こんな感じになっています。ワイルドライ、ワイルドガイドはね。うん さあ、次は、ね、あの、の、01のワイルドライガーと、と、15の、のワイルドライガーを、ちょっとね、比較していきたいと思います。ね、うん。さあ、前は、こんな感じになっていてね、うん。まあね、あの、ク黒が、ね、こっちはね、あの、ゴールドになっていてね、 うん。ちょっとラメが入っ、ラメのね、ちょっと,とメタリックになっているゴールドになっていて、ね。通常の01の方が、がゴールドだけども、もう、まあ、あの、ね、めっちゃ普通のゴールドになっていますね。うん。さあ、目は、あの、のそのまま変わっていません。 もんでね、うん。目は同じです。ね、うん。まあ、ね、あの、あとは、白いところがホワイトパールになっていますね。うん。あとは、あっと、次が、上の方は、ね、ちょっと濃い、覚醒の方が濃いやつに、 濃い青になっていてね。まあ、あの、縦紙黒はね、うん。01の方が、ちょっと、少し、し、濃い青、青でね。まあ、ね、こっちは薄く見えますね。うん。あと、横を見ると、ね。こっちは、まあ、そのままパールと、と、 ブルーパールを使っていて、こっちの方は、は、あ、あの,ーの、普通の白と青になっていますね。うん。そうそう。あと、ワイルドブラストの時には、ね、ちょっとやってみるか。あれあ、来た。こ、えー、っと、ワイルドブラストの時は、 キングオブクロウの爪は、こっちの爪、クロウは、ね、これがあの、ゴールドメッキになっていてね、うん。こっちの方は、あの、クロウ、まあ爪と同様の、ゴールドの色になっています。ねうん、やっぱ豪華になっちゃったな <laughs> こっちはすげえいいなね、うん。 さあ、最後には、ね、この、覚醒ワイルドライガーと、通常のワイルドライガーで競争していきたいと思います、ね。うん。まあ、ワイルド、あの、覚醒の方には、ね、あの、ハイパーモーターユニットが入っていてね、入っていますもんね。ちょっと競争してみ、行きましょうかね。うん。そんじゃあ、行くぞ。そんじゃあ、スイッチ。 こっちを押しましょう。よっ。じゃあ、よーい。よーい、ドンさあ、どっちが早いあちょっとこっちの覚醒割ルのライカーの方が早え早えあ早えやっぱ覚醒割ルのライカーの方が早えやん やっぱこっちのワイル、覚醒ワイルドライカーの方が早かったです。<laughs> うわ<ー笑>やっぱすげえなあのー、ね、覚醒の方はね、うん。まあ、ね。やっぱね、ね、豪華仕様のワイルドライカーはすげぇ。やっぱ本当にすげえなと思いました。ね、うん。 これが、かい、わ覚醒ワイルドライガーのレビューでした。というわけでね、この、ね、あの、覚醒ワイルドライガーの、のレビュー動画いかがでしょうかまあね、この覚醒ワイルドライガーは、ね、あの、クリね、やっぱさ、さあ、今年のクリスマスプレゼントには、ね、ちょっとおすすめしたいと思いますね、うん。まあね、 これがあの豪華仕様になっとるもんでねうんやっぱクリスマスにはねおすすめしたいわこれね <laughs> まあしかもねあのー、ねえ、ね、えっとニッパーなしなしでねまあ袋でももう開けて作れるもんでねニッパーなしでももうあの簡単に作れると思います まあでも初めての方は、ちょっと小さいやつの方を作っていただきたいと思います。ねうん、いきなりよ、ちょっと大きいやつとかだったら、ちょっとね、あの、部品とかが多いからち、ちょっとね、あの、ね、初めて作る人には、ね、あの、これもいいけども、ね、 初めて作る人には、ちょっと小さいのをおすすめします。ちょっと大きいのをやると、ね、部品の数が多かったりさ、ね、ちょっと組み、組みた、組間違えると、ね、また、また、あの、取り出さなきゃいけないのもある、あったりさ、時間がかかるもんでね、ね、ちょっとさ、 うんと初めての方は大きなやつはおすすめできませんけどね。うん、初めてはやっぱ小さい方を作って,おい,ていただきたいと思います。ねうんまあ、あのた今後作るときにね、楽しめるよう、楽しくなるような感じになるようにね。うんまあ、もしよければチャンネル登録や高評価、コメントなどお願いします。コメントには これ豪華になったなぁとか、お、このワイルドライガーすげぇ、すげえなーでもいいので、ぜひ、あのコメントに書いてください。あと僕ね、あの初めて見る方に言いたいけども、滑舌の、滑舌が悪くてね、ちょっと噛むところもあるもんでね、申しが、申し訳ないが、そこだけはご理解お願いします。新しい動画見たい人は、チャンネル登録をお勧すすめします。 まあちょっと今後のゾイドワイルドはね、まあアニメではね、今週の土曜日が、あの、確かね、ね、すん、一番やばいゾイドのあの、のデスレックスが、ついにデスレック強制解放、デスブラストをやりますもんね、うん。やっぱさ、正直僕言うとね、言うけどもね、 デスレックスねワイルドブラストの方が良かったわ正直言うと <laughs> やっぱデスメタル帝国のやつはデスデスブラストだなやっぱしと思います、ね、<笑><笑>まあねちょっと11月の24日ぐらいにね私ね確かあのキャンペーンがやって やるそうだもんね。うん。まあ、あの、確か、この、学生ワイルドライカーと、あとね、グラキオザウルスとデスレックスのステッカーも、が、ステッカーと確かキャップがもらえるらしいっていうのがあります。ね。うん。まあね、そうだな。うん。 まあ、確か、ゾイドワイルドの、の、確か2体発売するもんな。あの、ダンゴムシ型のゾイドと、デスメタル帝国のあの、視点の最後の人人のゾイドが発売するもんでね。うん。まあ、確か、デスレックスが12月ぐらいに発売されます。ね。まあ、デスレックス、大きいしさ。 ちょっと作るのも大変だもんな。<laughs> 以上をもちまして、ね、バタの、ね、覚醒ワイルドライカーのレビュー動画を終わります。それでは次の動画でお会いしましょう。バタでした。バイバーイ。またねー。